はい。6月9日の相場解説していきます、えー。まずはデイリーから見てみましょうかね。大きな時間軸から見ていきます。これちょっとちっちゃくしますね。ちっちゃくすると、このようにですね、えー、ぐーっとー右肩下がりの3点天井からあ下がってきて、えー、そしてここからですね、えー、上昇に変わったんですけども、も現在ここにヘッドショルダーみたいな形ができてますね。一応。 で、ちょっと思い出していただきたいのは、こちらのゾーンがあります。前回引いたゾーンから延長すると、やっぱり今、ヘッドアンドショーダーの高値圏を指している、ここに、まあ、概ね重なってくるという部分がありますね。で、えっ、ー、と、もう一つのゾーンなんですけども、こちら大きいの延長すると、こちらの値下がりを、まあ、支えているということで、冷やしだとこの間に、 ええ、まあレンジを作っているのと、まあ、あと現在ですね、これは横ばいに入りそうなんですけども、ヘッドアンドショルダーが完成するとしたらこれがストーンと下がってですね、108円の180あたりから大きく底の方に割ってきて、こちらの方に達するんではなかろうかという風なね、冷やし予測です。では4時間を見てみましょう。4時間もちょっと決着してみます。 えー、高根県から下がってきて、えー、こちらで、まあ、反転を見せてですね上昇しているんですけども上昇しきらずにこの辺からまた落ちてきたということですね、えーまあ、今ね下がってきたのかなと思ったんですけどもまたちょびっと上がり調子で、まあ、横に入ってるように見えますけども MA に抑えられて下に行く傾向にあると思います 1>, 1時間足なんですけどもずっと落ちていって下にいっていたんですけどもここのねゾーンで見事にこちらの力点で作用して跳ね返って上の方に行って今ちょっと横ばいを作ってるところかなっていうのが1時間ですねで15分足になってみるとこれも横ばいに見えますこのあと上か下にブレイクするんですけども久しぶりに出てきましたけども15分のですねこれはえー、ペラントになっているんだよなカロカと。 いう風なとこですね。まあ、こういうようなことをね毎日やっていってトレーニングしてもら,もらいたいんですけども、ここのペラントなんて久々に出ましたね。ここの大きなところから来てもペラントだし、この辺から見てもペラントだし、この辺から見てもペラント,ラントになってると、うん、まあ、こんな感じですか。 これはどちらかにブレイクしていくわけですから、横、横滑りからね。上の方に抜けるか、下の方に抜けるか、ブレイクした方についていけばいいんですけども、こちらの方も同じです。ペナントで、えー、下の方におそらく抜けるんでしょうけども、まあ、抜けた方についていくと。これもそうですね。下に抜けていったら、ヘッド,アンドショルダーが完成して、下の方にズドーンといくと。 ユーズが4時間でも見れています、まあ、こんな感じです、ね、今週は見ていきましたけども今日はもう相場が止まりますんで今日と明日と、まあ、観察していこうかなとあ週が明けてからまた観察していこうと思います、まあ、予想としては、ね、1時間で見えるんですけども窓を開けて下の方からいきなり始まるんじゃないかなと思いますね、まあ、どうでしょうかね週が明けてから確認してみましょう、まあ、軽く思いますけども窓を開けて下のそうですね えっと、109円の16何がしぐらいからスタートするんではないかなと思います。さあ、今週もありがとうございました。来週もね、期待を持って来週はエントリーポイントをしっかりと作って、えー、大きく利益を上げていきましょう。まあ、今週もそこそこ利益出たと思いますけどね。はい、本日もありがとうございました。